はい、こんにちは、カゴタスです。ご視聴ありがとうございます。本日もヒロのトークやっていきます。よろしくお願いします。ちょっとね、いろいろと言いたいことがたくさん。はい。まあ、今日はちょっとすいません。あらかじめお断りしておきますと、まあ、愚痴になります。はい。はい。まあ、とりあえずね、ちょっとお知らせもありましたんで、少し見ていきますが、南葛 SC ね、これ 2-0 で勝利ということで、夢玉7個。これは非常にね、ありがたいです、というところでございます。はい。で、こいつです。葵くん。ね、ガチャが来ました。で、まあ、あらかじめ能力に関しては一通りね、出ておりましたけども、まあ、これは、ちょっと、まあね、またちょっと賛否いろいろあると思いますが、自分はまあ、はい、がっかりですと。1年前の松山くんと一緒に感じてしまっております。正直ね、ランクマやってないです。いろいろと、まあ、小藤さんの方でね、昨日の夜、動画上げてましたけども、まあ、連盟内でいろいろ検証というかね、使って、動画も共有していただいて、まあ、いろいろ見ておりまして、で、まあ、大変なことになったな、というのが率直な感想でございます。はい。これはちょっとやりすぎじゃないかなっていうのが個人的なところです。まあ、もちろん、まあ、日本パでね、やられている方、はい、まあね、バッカスがなかなか抜けないような状況の中で、でもしくはね、ミューラー、相手にしてもね、はい、点数ね、なかなか取りにくい、状況だった方に関しては、まあ非常にね、喜ばしいキャラクターなんだろうなと、思いますけども、これはちょっと、松山くんでしょうと。論州松山と、やってることは本当に同じように感じちゃいましたね。はい。まあ、あくまでも個人的な感想なので、まあ、それに対してもね、まあ、いろいろと、ね、思う方もいらっしゃると思いますけども、なんか、運営さん同じこと繰り返してるなってね、どうなんでしょう。はい。本当に、これはちょっとやりすぎじゃないのかな。ね、で、昨日もね、お昼のトークお話しさせていただきましたけども、やっぱりこのデバフの耐性というキャラクターが、ここ数ヶ月、新しいキャラクターで出ていない中で、ね、デバフ 7.5、デバフの上限 5% を超えているというね、状況ですと。デバフの上限が 5% っていうのが、まあ、数年前の、ディスコードの方でね、明かされたというか、はい、告知ありましたけども、まあ、デバフに関してはね、ここで 7.5 っていうのが立て続けに、すでに3体出ているということで、3キャラで、まあ、もちろんね、絆の組み方っていうのもありかと思いますけども、まあ、ここで、22.5% のもうデバフっていうのが3キャラで組めてしまうと。はい。もちろんバフがないけども、ただバフ盛りが仮にです、5% が11人いると 55% ですけども、ね、7.5% 11人いると、さていくつというところで、確実にデバフが上回ってしまうと。で、そこにね、まあ、いろいろと、これも賛否ありますけども、箱翼ですね。一体これが入ったとしても、ね、今度デバフ 40% 付与して、なんで 75% のデバフにデバフ耐性 40%。はい。バフがなくても、バフ盛りをね、上回るマイナス値を与えてしまうと。どうなんでしょう。はい。これはな。でね、ワンツーの移動距離強化プラス 75%、ハーフェラインを超えたあたりからだとペナルティエリアも入れちゃいますよね。で、そのままもう今シュートはね、ショートカットボタンがあるんで、一発ポンってやればね、はい、すぐシュート打てますと。で、キーパー、ミューラー、バッカスに対しては海外選手キラーということで 15% つきますと。で、必殺技威力アップします。はい。で、スタミナもね、消費量がマイナス 30% と。これはちょっとね、で、フォワードにマッチしたら、まあ止められるフォワードは、まあほぼほぼいないと。
ね、力の、サンターナと、まあ、即のね、ヒューガ君渾身乗っていれば止められるようですけども、まあ、そこで止めたとて、渾身が削れて、今度シューターとしてね、機能しなくなってしまうと。うん、そうすると、ね、はい。どうなのかな、もう本当にもうこの言葉しかないです。まあ、自分はね、繰り返し言ってますけども、もう論集松山で散々嫌な思いして、本当に松山嫌いになっているぐらい。はい。もうね、はい。で、もう、ランクも飛ぶやらないつもりで、で、あのね、幸いにもカップ戦はもう20試合終わらせているので、まあ、当面オンラインをやらないつもりで、はい、います。多分ストレスにしかなんないだろうなと。まあ、全員が全員ね、この青い句持ってるわけでももちろんないでしょうけども、はい、早速連盟内でね、ランクもやってる方の試合の中で、まあ、お相手の、ね、海外の方が、もう、葵くんに、とにかく、すぐパスして、ね、まあ、だから去年の松山くんと一緒ですよね。そう、という、まあ、戦術葵みたいなね、はい、いうのを、やっているという話も聞きまして、うん。これはもう、はい、ほんと昨年と同じことを繰り返しているなと。まあ、ねえ、あんまあれですけども、梅さん、そこら辺、ちょっと、形をちょっと変えただけであってね、やってることがなんか同じことやってるんで、ほんと学習というか、はい、学んでないように、感じてしまっております。はい、とても残念な気持ちが、まあ、ほんと個人的なね、意見ですけども、はい。まあ、それに対して、ほんとこうね、批判もあると思いますけども、はい、自分の中では、はい、そんな気持ちでございます。で、さらにね、これも昨日もお話をしておりますけども、もう自分のデッキは、この青井くんにね、完全にもう多分潰されると。即海外の時点でね、この青井くんに多分マッチして、勝てる、キャラクターだったらそうそういないだろうなと。はい。で、キーパーも三浦なり、ベンチにはバックス置いてますけども、もうどっちもね、もう確実に、60敗以上は多分取られてしまうというところになっちゃうと思いますんで、まあやればやるだけ多分、はい、嫌な思いしかしないだろうなと思ってしまっております。でね、これでドリコレが今度ね、じゃあこれを青井を止めるようなキーパー、それこそね、力の、キーパーで、誰かね、まあでもね、海外選手キラーの時点で海外のキーパーが出てもそんなに有効じゃないのかな。はい。どうなんでしょうね。でね、まあ、事前に即のシューターがたくさん出ている中でね、またこれで力のキーパーが出てもね、なんか、じゃあやっぱりこれって若島津くんがね、こういった、まあ、この葵くんに対してはね、非常に強いんだろうなぁとは思いますけどね。はい。というところでございます。まあね、これでドリコレ、でもキーパーじゃないと思うんだよなぁ。やっぱね、これまでのね、いろいろな、なんか、状況見てると、ね、ゼダンが、それこそ、パスカットのね、イベントがあって、どれだっけ？これか。必殺技。パスカット。はい、こいつか。はい、インテリジェンスカットってやつですね。これがついて、まあ、これでパスカットっていうところでね、まあ、もしかしたら、この葵くんをあらかじめね、出すことを想定して、これをマッチすれば止められますよっていう、なんかね、そういう風にしようとしているのかなともちょっと思ったんですけども、ただね、例えばキックオフして、葵くんオフェンシブミッドフィルダーでいてね、まあ最初にマッチするのって多分、フォワードの選手になるでしょうしね。はい。で、これで例えばマークディフェンスつけましたってやったりもね、まあカルツくん、マークディフェンスのカルツくんが即の、はい、選手ですし、ね、どっちかというと、まあカジバ根性のキャラクターなんで、まあ、一発目はね、確実に多分抜かれるでしょうから、はい。まあ、あまり意味をなさないんだろうな、っていうね。
はい、というところです。どうやら、小春光とかね、まあ、即の、グランディオスとか、まあ、あの辺も全然ワンツー、赤ゲージすらなかったみたいなんで、パスカット選んでも。はい、ということで、環境崩壊キャラクターがここで出てしまったと。はい、もちろんね、敵の組み方とかにもよって、まあ、止められる、ね、構成ってのは作れるんだと思うんですけども、まあ、そこまで、まあ、キャラクター持ちが自分個人としてはね、いいわけではもちろんなくて、はい、あるキャラクターと、特にやっぱ4凸できるキャラクター、しているキャラクター、かつ、まあ、自分の場合は本当に好きなキャラクターを並べて、やっていく中で、もう、はい、そこは多分限界が見えてるんで、ちょっとね、はい、そんなところです。っていうところですね。はい。で、今日火曜日なんで明日、まあ、ドリコレのね、キャラクターっていうところは多分わかるんだろうなと思いますけども、まあ、そこで、はい、どのポジションの選手になるのか、どのキャラクターになるのか、どういった性能を持っているのか、ね、まあ、属性含めて、はい、まあ、そこによってはもしかしたらですけども、まあ、葵くん、ね、この葵くんを、なんか封じられるような、キャラクターが出ればね、うん、それはそれでっていうところもあると思いますけども、そうっすね。うん。まあ、なかなかちょっと、すいません、こう、いろいろ喋れば喋るほど、多分愚痴しか出ないんだろうなと。はい。で、まあ、本当に、ランクはね、やっていないので、なんとも言い難い部分は正直あるんですけども、じゃあ、ね、自分の、今使っているデッキで、ね、見ての通りで、はい。まあ、多分マッチされたら速攻で抜かれるだろうな、という並びにしかなってないので、まあ、多分、葵くんがいた、ね、いて、こうマッチされた時点で、まあ、1点多分ね、失点を確保するしかない、かな。で、まあ、デバフっていうところもね、やっぱありますんで、仮にね、このね、箱、翼っていうところを入れたとしても、まあ、中心になってるのはやっぱ即海外ってなってるんで、まあ、日本人選手だったり、技の、キャラクター入れるにも、限界があるというところでね、ちょっと厳しいなぁ、はい、と感じている、今日この頃でございます。で、まあ、葵くんもね、タイムアタックとかでもね、やっぱ使えるだろう。ワンツー移動距離もね、あるんで、75% アップっていうのもあるんで、まあそういった意味ではね、ちょっと欲しいなとは思って、ハーフステップ引いたんですけども、まあ50%も外し、ね、ステップ5も全然もう外して、まあもう、これはいいやと。はい。で、仮に取れたとしても、本当に、今のデッキの中には、入れられない。特にワンツーがね、翼くん、岬くんっていうのは必須になっていますので、はい。自分の、デッキの中には、翼くん、岬くんを併用することが、うん、まあ、無理やりやればね、もちろんできるんですけども、まあ、そのために、ね、他のキャラ外してっていうところも、なんかちょっと、はい。そこまで、したくないなっていうのもあるんで、どうせ取っても使わないと思います。はい。というのもあって、まあ、ここは諦めました。はい。で、葵くんに関して言うと、ですね、選手一覧でいいのか？はい。アルベーゼの葵くんが、ドリコレのアルベーゼの葵くん、ところだとこれか。はい。ね、実はこれはね、ワンツー移動距離強化が 100% プラスなんですね。なので、今回出ている葵くんよりもワンツー移動距離強化自体はね、こっちの方が優れているというところはありますので、まあ、タイムアタックであれば、こいつでもいいのかなと、はい、思っているところでございます。はい。という感じです。あとはなんかあるかな。なんもない。なんもないです。そうっすね。ちょっとね、まあ、他の方のやっているランクマとかはちょっと見て、ね、まあ、どういう
なんだろうな、まあ、ランクまでバリバリね、やられてる方は、まあ、こういったところをね、取って、しっかりとね、育成して使っていくんだろうなと思いますんで、まあ、ちょっと、どういう戦い方をするのかとかね、あと全体的にこの葵くんが、ね、どこまで多いかっていうところは、まあ、見てみないと、もしくはやってみないと本当はね、わかんないと思うんですけども、うん、まあ、すでにやっぱり結構横行しているような、話も聞いておりますんで、はい、ちょっとね、様子は見てみようかなと思っております。はい。そんなところで、本日は以上で、終了いたします。はい。はい、すいません。ちょっとね、もう本当去年のね、松山くんの論集が非常に嫌な思いしかしてなくって、ね、辛かったので、本当に嫌になってたんで、まあ、それに近いキャラクターに感じてしまっていて、すいません。ちょっと、はい、こんな感じになっておりますけども。ちょっとね、ご勘弁いただければと思います。はい。というところで、本日以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。